こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、プロがユニクロで買う服、買わない服というテーマで動画をお届けしたいと思っています。僕の普段のチャンネルでもですね、ユニクロのアイテムですとか、コーディネートの解説をよくやっているんですけども、やっぱりユニクロの中でも全部が全部良い服というわけではなくて、これはめちゃくちゃおすすめだけど、これ使うとちょっとむずいよねというような、まあ、いろんな服があるわけなんですね。これはどんなに高いお洋服屋さんでも同じなんですが、 すべてが使い勝手のいいという服はまずありえないことなんですねですので今回はプロ目線でこのようなアイテムは結構ユニクロでは使いやすくて一方でこのあたりはもちろんいいんだけどもあえてユニクロでは選ばないかなというところをですね本音で皆さんにお伝えしたいなというふうに思っていますというのも結構ユニクロの動画って youtube の中ではたくさんあるかなと思うんですね安いしなおかつデザインもベーシックで使いやすいしとにかく知名度があるの ユニクロのの動画っっててややぱり多くの方に見いいただきすすんですよねその結果、僕も含めて多くの YouTuber がですね、ユニクロの動画いっぱい上げてるかなと思うんですね。そうなると結構ユニクロのアイテムのですね、評価がかなり上がっていくかなとは思うんですが、まあ、その一方でやっぱりですね、使いづらいものもあったりするので、そのあたりはバランスを取るように使いやすいものとなかなか難しいもの両方上げながらですね、皆さんにリアルなところをですね、お伝えができればなと思います。 思っていますのでまぜ、あ、ひ気軽にですね最後までお付き合いいただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業ですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますのでまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に、プロがユニクロで買う服、買わない服というところを、皆さんにお伝えをしていきたいなと思ってるんですが、まあ、大前提としてユニクロのお洋服というのは、クオリティも高いし、品質もいいし、デザインもベーシックで使いやすいというところ、ここはまず最初にお伝えしたいなと思うんですね。ですが、アイテムだとかカテゴリーごとに見ていくと、まあ、このアイテムは大人の男性が買うのであれば、もうちょい投資をした方がいいかなっていうような、そういった視点もあるというところが、皆さんにお伝えできればなと思います。 ここを押さえながら、まずはですね、アウタージャンルから行ってみたいなと思います。ユニクロの中で、まず僕が選びたいなと思うのはですね、ベーシックで使いやすいウールカシミアチェスターコートですとか、 あとはですね、ユニクロ U が得意としてやってるところなんですが、ロング丈のステンカラーコートをベースにしたコートですね。このあたりのベーシックな2つのコートというのは、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思います。特にウールカシミアチェスターコートに関しては、もう毎シーズンの定番になっているんですが、まずは素材感ですね、非常に良いです。ウールがベースになってるんですが、カシミアがブレンドされることで、表面の滑らかな光沢感も楽しめますし、デザイン自体はすごくベーシックなんです。 ですがその時々のトレンドを抑えながら微妙にサイズ感、フィッティングを変えているので古臭くなることもないというところも含めてチェスターコートを買うのであればユニクロっていう選択肢はまず間違いはないかなと思いますユニクロの上の価格帯になってくるとセレクトショップのオリジナルなんかが割と僕は出すことが多いかなと思うんですがまあ、そういったものと比較をしても非常に作りがいいかなと思うのでチェスターコートなんかはおすすめですあとステンカラーコートに関してはユニクロのインラインのものよりは僕はユニクロ U の シリーズがすごく好きで、まあ、今シーズンだと素材はブロックテックになっていますがデザインのベースもベーシックながらもしっかりとエッジの効いた部分もあったりだとかあとは色合いですね今季はオリーブですし、まあ、前回春夏のもの僕はすごく好きでこちらの画像を見ていただきたいんですがよく使ってますけどもこちらのベージュからちょっとブラウンがかったような色合いもめちゃくちゃ良かったんですねですのでユニクロでこのような着丈の長いアウターを買うというのはすごくいいなと思うんですね着こなしの 主役になるようなアイテムではあるんですがしっかりと素材感だとかシルエット、デザインにこだわっているのでこのあたりは買いなんじゃないのかなと思っています一方で僕はユニクロであんまり買わないアウターとしてあげたいのは 結構ですね、ダウン系のアイテムなんですね。ユニクロのダウンといえば、もう本当に定評があって、機能性も高いですし、デザインもベーシックで使いやすいんですが、だからこそ結構多くの方が買っていまして、被ることも少なくないんですね。ですので、ユニクロのダウンというのは、僕自身はそんなに買うことはないんですね。その中でも、例えばですね、シームレスダウンロングコートのような、丈の長い毛とかは結構合わせるのが難しいかなと思っています。ダウンという ですねモコモコとした形状のものでしかも丈が長いとなるとですねやっぱりこう面積も大きいのでそれだけ主張も強くなりますよねですのでダウンを買うんだったら僕はですねユニクロの中ではハイブリッドダウンパーカーだとか定番のシームレスダウンパーカーこのあたりはベーシックで使いやすいと思うんですね本当に癖がなくて機能的で使いやすいのでこのあたりはいいかなとは思うんですがちょっと丈の長いダウンだとかウルトラライトダウンの中でも色がビビットなものはなかなか使い 勝手が難しいかなと思うので、まあ、あえて選ぶこととはなないいのかなと思いますでダウン自体はですね、結構冬の着こなしの中では、本当に主役級のアイテムになるかなと思うんですね。ですので、僕はダウンを買うんだったら、ユニクロよりももうちょっと価格帯を上げて、セレクトショップのオリジナル、このあたりをお勧めすることが結構多いですね、まあ。グリーンレベルだとか、ビューティーユースだとか、あとはアーバンリサーチャーとか、ナノユニバース、このあたりが各社オリジナルでダウンを作ってるんですが、まあ、デザインもベーシックかつトレンド感もちゃんとてあり ますし、あとは機能性も含めて非常にクオリティが高いのでまあダウンってそんなに何着も必要なものではないのでちょっと頑張ってセレクトショップのオリジナルを買うというのは僕は個人的にはおすすめかなと思っていますただですね今年は結構ダウン値上がりしてるんですね通常セレクトショップのオリジナルだと3万円台前半とか長ぐらいで買えることが多かったんですが今年は3万円台後半とか4万円台になっているものも多かったですのでちょっとそこまで出せないよなという方もう少なくないかなと思います と思うんですねそういう場合は、先ほどもお伝えした通り、シームレスダウンパーカー、あとはハイブリッドダウンパーカー、個人的にこれもいいなと思うんですが、ウルトラウォームハイブリッドダウンコート、このあたりのですね、ちょっとこうワークテイスト、ミリタリーテイストを感じるようなダウンに関しても非常にクオリティが高いので、このあたりがユニクロの中ではおすすめかなと思います。どれもですね、1万円台中頃ぐらいから、まあ後半ぐらいで買えるので、まあ以前よりはちょっと値上がりしてるんですが、それでも世の中で買えるダウンの中では、 この価格帯というのはかなりですね、リーズナブルな方だと思いますし、その価格以上のデザイン性だとか、あとはクオリティの高さは担保されてるかなと思うので、このあたりはお勧めできるのかなというふうに思っています。また、アウターの中でも、着丈の長いものだとか、重量料系ではなくて、僕が結構気に入ってよく買うのはですね、例えば、UTT ジャケットですとか、あとはオーバーシャツジャケットのような、着丈がそんなに長くないですね、ライトのアウターなんですね。このあたりはユニクロめちゃくちゃ優秀で、 あと言い忘れたんですけども、デニムジャケットですね。このあたりも良かったですね。特に秋だとか春とかに使えるような丈の短いアウターは、まあ、最近のトレンド傾向もありますし、なおかつですね、ユニクロのデザイン、あとは風合いも含めて非常にクオリティが高いので、このあたりはですね、非常におすすめかなと思います。特に UTT ジャケットのオリーブ、これインラインのものなんかもめちゃくちゃ良かったので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思うんですね。ユニクロで買うべきものは結構ライトなアウター とというところこの辺りはぜひ頭の片隅に置いていただきたいんですが一方で僕は今回ですねちょっとパスしたアイテムがありましてそれがスタジアムジャンパーというアイテムですねこれはですね結構賛否が分かれるところだと思うんですねこの価格帯で腕の部分ですねここ本側ではないんですがかなりリアルな風合いが出ていてデザインもミニマルでいいかなと思うんですが僕はこれはちょっとパスしましたねというのも結構ユニクロの中ではこういったスタジアムもそうですしあとはレザージャケットなんかをやる ることもあったりするんですが、デザインのベースはすごくいいし、なおかつ素材の雰囲気も本当にリアルなレザーに近い風合いで、なかなか良いアイテムだとは思うんですが、着こなしの中でアウターって結構主役級のアイテムなので、細かな質感に関してはやっぱりこうこだわりたいと思いますし、あとは一番大事なのは気分が上がるかどうかなんですよね。見た目はすごく精巧にできてるんだけども、本革じゃないんだなっていうところとか、ちょっとした風合いの違いとかが自分の中ではちょっと引っかかってしまって着ていて。 テンンションが上がらないんですよね。それだったらちょっと投資をしてしっかりとしたレザージャケットだとかスタジャンを買った方が大人のアウター選びとしてはすごくバランスがいいかなと思うんですね。特にこういったスタジャンだとかレザージャケットって結構見え方としてはかなりカジュアルなので質感を上げた方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので僕はこういった短丈系のアウターだったらもうちょっと着丈の長いですね UTT ジャケットだとかあとはシャツジャケットですね。このあたりは風合いもすごくいいので着ていてチープな感じ じゃあ全くないですし大人の男性でも似合いやすいような一定の綺麗さもあるのでこの辺りの方が使い勝手がいいかなと思うので僕の中ではですねスタジャンは今回はパスをしましたやっぱりアウターというのもそんなに量って必要ないと僕は思ってるんですねある程度ピンポイントでいいかなと思ってるのでせっかくだったら気分が上がるものを着たいというのが大前提としてあるんですねまあ、そういった意味でチェスターコートとかステンカラーコートももっと投資をしてもいいアイテムだとは思うんですがユニクロのチェスターだとか ステンカラーコート特にユニクロ U のものに関しては、まあ、デザインも素材感も非常にいいんですねなのでセレクトショップのオリジナルと比べても遜色がないレベル感なのでこのあたりはお勧めできるんですがスタジャンのようなちょっとカジュアルなアイテムだとちょっと個人的にはそこまで気分が上がらないかなということで今回はパスをしました、まあ、これはあくまで僕の試験なのでぜひ皆さんもですね実際に実物を見ながら検討していただきたいなと思うんですが、まあ、このあたりぜひ皆さんにお伝えできればなと思っています 続いてトップス系なんですがユニクロのトップスの中で僕が一番お勧めしたいのは何と言ってもですねニットだと思いますね、まあ、特にこれから秋風に関してはニットもう本当に T シャツ感覚でさらりと着ることが少なくないかなと思うんですがユニクロのニットはとにかくデザインがベーシックでなおかつ素材感が良いとそして価格がもう圧倒的にリーズナブルで買いやすいというところでは本当にその上の価格帯のセレクトショップのオリジナルにかなりですね ですね近づくようなクオリティかなと思いますこれはもうユニクロの中でのお箱なのでぜひ、まあ、皆さんもですね自信を持ってユニクロのニットはですね買い揃えていただきたいなと思います本当にバリエーションはたくさんあるのでその中でどれが果たしていいのかというところは僕の以前の動画の中でも比較のものを出していますまあ、今期はスフレアンのオリーブがすごく良かったりだとかあとはもう定番のエクストラファインメリのですねこの辺りの丸首のニットももう間違いないですしユニクロ U から出てるようなニットもですね非常に良い,いので 選択肢の幅も広いというところは非常にありがたい点だなと思います5000円未満でユニクロのレベルのニットは買えるということはまずありえないのでぜひ皆さんもですねまあ、何色かあと厚みによってそれぞれ用意をしておくのもいいかなと思いますオフホワイトだとかナチュラルだとかこのような色合いもいいですしダークグレーだとかブラックネイビーだとか深い色もいいですしあとはオリーブだとかダークグリーンのような色も良かったりするのでかなりですねユニクロのニットはもう間違いのない選択かなと思うのでぜひ、まあ ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。一方で、ユニコントップスの中で僕がそんなに買わないジャンルというのはシャツですかね。まあ、ちょっとラインナップを見てみると結構ボタンダウンのものだとか、レギュラーカラーのものだとか、サイズ感はですね、割とコンパクトめのものが多いです。オーソドックスな白だとか、あとは淡いブルーのものとかも多いんですが、他には結構チェック柄のバリエーションも多くて、こういったものはですね、なかなか合わせるのは難しいです。まあ、今シーズンなんかは結構チェック柄がトレンドになって いてもちろんうまく使いたいという気持ちもあるかなとは思うんですがユニクロ U のチェックシャツに関しては結構いいかなと思うんですがインラインのチェックシャツは僕ら大人世代が着ると 結構むずいかなと思う柄が多いので、このあたりは注意が必要かなとは思っています。まあ毎シーズンそうなんですけど、フランネルのチェックシャツはですね、なかなか難易度が高いので、このあたりは注意は必要かなと思います。個人的にはシャツに関しては GU がいいと思ってるんですね。結構シンプルなんだけども、少しサイズ感がゆったりだとか、あとは僕の大好きなバンドカラーシャツですね。トレンド感が程よく漂うようなバンドカラーシャツのバリエーションも結構多かったりするので、シャツを買うんだったら僕は ベーシッックククでサイズ感も割ととと定番的なななおかかかつチェック柄ががが多いいいいいいユニクロよりは GU のの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますその中でも、エクストラファインコットンブロードストライプシャツだとか、まあ、結構素材感が良くて、なおかつシンプルすぎないストライプのシャツなんかは、ユニコーンシャツの中でもおすすめができるかなと思います。このあたりだったら、ジャストサイズよりは、あえてワンサイズ上げながら、少しゆとりを出してきてあげればですね、バランスがいいかなと思うので、シャツジャンルの中ではこのあたりは おすすめですねそれ以外に関しては意外と難しいかなと思うところもあるのでぜひ、まあ、GU も含めてちょっと検討していただけるといいんじゃないのかなと思っていますあとはですね僕があまりこうトップスで買わないジャンルとしては フリースですとか、スウェットとか、あとはパーカー系のアイテムですね。このあたりのかなりカジュアル度が高いアイテムに関しては、僕はですね、部屋着として買うことはめちゃくちゃあります。もうこのあたりはですね、もう本当にこう家の中で過ごす分にはすごい活用しやすいので、僕自身も愛用してるんですが、これを外で着るアイテムとしてはあんまり活用することは多くないんですね。特に僕ら大人世代というのは一定の綺麗さがあった方がハマりやすいので、 パーカーだとか、あとはフリースだとか、スウェット系はちょっとですね、カジュアル見えすぎてしまう可能性があるので、ちょっと外着としてはですね、あんまり選ぶことがないかなと思うんですね。その分、家着としてはですね、これ以上クオリティ高いものはないので、僕は事務所でもそうですし、自宅でもそうですし、気に入ったものを2パターンぐらい買って、まあ、ヘビロテしてるわけなんですが、そのあたりの使い分けですね、外で使うのか、家で使うのかというところは、まあ、意識をするといいんじゃないのかなと思っています。まあ、で、パーカーなんか 僕は好きで外で着ることも多かったりするんですが、やはりフードがついていてカジュアルな見た目になりますし、なおかつ秋なんかはパーカー1枚で出会うこともあったりするので、そうなると主役級のアイテムになるので、まあそういったものに関してはユニクロのものよりはですね、ちょっと価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルとかで買った方が気分も上がるし、細部のデザインの違いだとか、あとはサイジングですね。まあユニクロのパーカーって結構ですね、定番的なサイジングなんですが、セレクトショ ップのオリジナルになってくると結構大胆にゆったりめであったりだとかあとは色のバリエーションも含めてちょっと黒音感のあるものが多かったりするのでパーカーは結構ですねセレクトショップのオリジナルで買うことが多いので、まあ、このあたりもですね頭の片隅に置いておくといいのかなと思います 続いて、ボトムスのジャンルなんですが、ユニクロのボトムスはまた優秀ですね。そして何と言っても嬉しいのは、サイズ展開の広さなんですよね。僕は結構小柄な体型なので、S でも結構ですね、ウエストが緩かったりするんですね。できれば僕はベルトしないでボトムスを履きたいので、ピタッとウエストを合わせたいので、そういう場合には、ユニクロの XS、これを選べば、まず間違いなくハマってくるんですね。この XS から大きいものも、4XL、このあたりまであるものが多いので、 サイズ展開の広さも含めて非常に使いいい勝手がいいかなと思うんですねその中で僕がもう本当によく使っているのはちょっと綺麗めなボトムスなんですね。もう動画の中で何度も出てきてるかなと思うんですがセンタープレスの効いたイージーパンツ系が僕はユニークロの中ではすごく使い勝手がいいかなと思ってまして代表的なのはタックテーパードパンツですね。このアイテムに関してはもうあらゆるセレクトショップのオリジナルも全部検討した上で一番僕が信頼しているアイテムかなと思います。 シルエットも綺麗ですし、あとは履き心地もすごくいいですね。まあ機能的で素材の質感も決してチープな感じもしないですし、 春夏の素材と秋冬の素材で厚みも変わったりしながら、ちゃんと季節に応じて履き分けもできるので、まあ、このアイテムを超えるようなボトムスは、僕はなかなか出てこないかなと思うぐらい、非常に完成度が高いかなと思います。ワイドパンツのシルエットではあるんですが、ちゃんとテーパードが効いていて、だらしなく見えないところも含めて、もう本当に完璧なバランスだと思うんですね。まあ、かつてはユニクロ U なんかでこういった、ちょっと緩めのテーパード型のワイドパンツやっていましたが、まあ、最近はインラインでもちゃんとやっててくれる のですっごい嬉しいですこれはもうしばらく僕の中ではユニフォームになりそうだなと思いますしただまあ万人向けのアイテムではなくてちょっとゆったりめのシルエットではあるのでスマートアンクルパンツだとかカンドパンツのようなまあ、もう少しですねゆとりを抑えたアイテムなんかは使いやすいと思いますねスマートアンクルパンツに関しては腿周りには少しゆとりがあるけども膝から下はテーパードが効いていてタックテーパードパンツよりはもう少し大人っぽく履けるかなと思いますしカンドパンツに関してはストンと落ちるようなシルエットで本当に 美脚パンンツとと言っていいよううななジャンルかなと思うのでこれまた使いいい勝手がいいんですねこのように、ちょっとこうセンタープレスが効いているようなボトムスに関しては、僕はものすごく信頼をしていまして、セレクトショップのオリジナルと比べてもコストパフォーマンスはめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。あとはデニム系ですね。このあたりもですね、価格とクオリティのバランスで言うと、ユニクロにかなうところはまずないかなと思います。非常にシルエットも綺麗ですし、色の表現だとか、履き心地の良さ、 こういったところもバランスを含めて、まあ完成度めちゃくちゃ高いかなと思います。もちろんですね、価格帯を上げれば良い選択肢は他にも出てくるんですが、かといって1万円以内だとか1万5千円以内で見てもですね、なかなかユニクロのデイムに勝てるものってそう出てこないかなと思うんですね。まあ2万円以上とかになってくるとまあ色々と出てくるんですが、この価格帯でこの品質っていうところで言うと、まあちょっと相手がいないかなというような仕上がりの良さだと思います。例えばセルビッチレギュラー ストトレートジージンズだとかこの辺りのの色落ちちちしててななないクリーンなデニムんんかもめゃゃくくく完成度が高くて大人っぽく見えるんですねこのようなものは僕ら世代にとってはもう鉄板で使いやすいのでぜひ、まあ、皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。ただ、デニムの中でも僕はですね、色がほとんど落ちていないようなリジットに近いものだとかワンウォッシュ系は好きなんですけども結構薄めのデニムとかもあったりするんですよね。ここが難しいところでもちろんですね、色の薄いものも完成度高いと思う 思うんですがやっぱりですね、色落ちの表現をするのって結構難しい技術だと思ってまして、ユニクロもよく研究されてるんですが、淡い色に関しては、やっぱり濃い色と比べてもどうしても差が出るかなと思います。ですので、淡い色のデニムに関しては僕はユニクロではあんまり買わないですね。もし買うのであればもうちょっと投資をして、まあ、デニムの専門ブランドだとか、ドメスティックブランドのデニムアンカーを選んだ方が、まあ満足度は高いかなとは思っています。まあ、特に大人世代というのは、まあ、デニムのカジュアル感が強すぎてしまうと、 どうしてもですね、だらしなく見えたりだとか、ちょっとやぼったく見える可能性があるので、ユニコで薄い色のデニムは個人的にはあまり買わないようにしていますね。非常によくできていて、そこは難しいところではあるんですが、僕内の意見としてそこは一つ意識してるかなというところですかね。あとはですね、ユニコのボトムスの中で、僕はチノパンのジャンルはあんまり履くことがないですね。コットン系のパンツってすごく使い勝手が良くて、なおかつメンズファッションにおいてはかなり定番的で、皆さんも見慣れてるアイテムかなと思うんですね。特にベージョンチノパン、 っていうううののはもうど真んん中のアイテムかなと思うんですがこの辺りは僕は選ぶことはあんまりないですね。どうしても僕らのイメージの中では、ベージュのチノパンイコール、ちょっとこう、おじさんが空いてそうなボトムスというイメージが強いので、この辺りはですね、なかなか使いこなすのが難しいというところで、これはユニコーに限らずなんですが、そこまで選ぶことはないかなというジャンルですかね。最近はチノパンの中でもレギュラーフィットだけではなくて、ちょっと細身でシャープに見えるものもあったりだとか、本当に選択肢は広いので、選べば素敵に見せること もででででできるるかななとととと思ううんんすすすががあえてててユニクロで選ぶといいこはははししねそれよりは素材としては下線を使ってるんですがちょっとウールライクに見えたりだとかセンタープレスが効くことで上品に大人っぽく綺麗めに見えるようなスマートアンクルパンツだとか感動パンツの方がやはり大人世代には使い勝手がいいかなと思うので人との違いを出すという意味でもこういったベージュ系のチノパンよりは割とこう綺麗めなパンツの方がユニクロは強いのかなというふうに僕は感じています はい、続いてラストはですね、小物系ですね。 小物系はですね、僕はあんまりユニクロで買うことは正直ないんですね。これは結構動画の中でもよくお伝えしているかなと思うんですが、完成度としてはものすごく高いと思います。この価格でこのクオリティを実現しているという驚きは、やっぱりどのアイテムにも共通して言えるところではあるんですが、小物系ですね。例えばバッグだとか、あとは靴ですね。このあたりのアイテムって意外と目立つんですよ。で、小物の中でも主役になるようなアイテムなので、正直このあたりをユニクロで買うか というと僕は買わないですね例えば靴なんかもそんなにたくさんのバリエーションって必要ないかなと思うのでシンプルなユニクロの靴もありますけどもこれを選ぶというよりはまあ、もうちょっと投資をしてスポーツブランドのスニーカーを買うことが多くて例えばアディダスのスタンスミスを買ったりスーパースターを買ったりだとかあとはコンバースだったらオールスタークップのようなシンプルで上質なレザースニーカーもありますよね他にはニューバランスのスニーカーだとか、まあ、ナイキにもいろいろスニーカーがありますスニーカーと とか靴っていうのは結構トレンド感があったりだとか着こなしの中でも一つのポイントとなるところなのでそこにはある程度の投資をした方が他のものがユニクロであっても高見えするっていうことがあったりするんですね例えばスタンスミスのような定番的なスニーカーではなくてニューバランスを履くことでそれだけでもトレンド感って漂うものなんですね例えばユニクロのすごくシンプルなプレーンなスニーカーを選ぶのも悪くはないんですがそれをニューバランスのスニーカーに変えるだけでトレンド 感が出たりだとか。全体のバランスも含めて。 ちゃんとですね、アクセントとして採用してくれるので、まあ、靴に関しては僕はユニクロで選ぶことはないかなと思っています。また、バッグに関しても結構良いものはたくさんあるんですよね。バックパックなんかも非常に良くて、ロールトップバックパックなんかもすごく良いので、まあ、ある程度予算を抑えて全体のアイテムを揃えたいという方に関してはかなりおすすめだとは思うんですが、これまたあんまり量が必要なものでもないかなと思うんですね。僕自身バッグってそんなにたくさん持ってないですし、毎回荷物を入れ替えるのも大変なので、ちゃんとですね、自分の中で で気分が上がるバッグを一つ持って、まあ、それを長く使うっていうことが多かったりするのでそういった意味ではユニクロであんまり選んだりはしないかなという印象があります。一方でユニクロのグッズの中で僕がよく選ぶのは帽子ですね。結構ですねキャップなんかのクオリティが高くてすごくシンプルで使い勝手のいいキャップなんかは高見えしますね。デザインのバランスもいいし素材の質感も含めていいのでこのようなアイテムに関してはもうユニクロで十分かなと思います。まあ、さらに言うとソックス系ですね。この この辺りはほぼ全部ユニクロで僕は揃えていますし、あとはインナーですね。今日も T シャツに着ているようなベージュのインナーですとか、この辺りもユニクロで買ってます。ヒートテックだとか、エアリズムだとか、季節に応じた機能的なものも、他の選択肢、もちろん各社は似たようなものをやってますが、もうダントツトップで走ってるのはユニクロなので、この辺りにおいては圧倒的にユニクロが強いかなと思うので、プロの視点からしてもですね、使い勝手がいいかなと思うんですが、小物系だと靴だと とかバッグのようなメインになって目立つものに関してはあんまりユニクロでは買わないかなというところまあ、そのあたりはですね頭の片隅に置いていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、プロがユニクロで買うもの、買わないものというテーマで、動画をお届けさせていただきました。まあ結論を言うとですね、ユニクロのアイテムはどれも素晴らしいんですよ。本当にどれもコストパフォーマンスが良くて、デザインのベースラインが高いので、どれを選んでも失敗はしないんですね。ですので、僕の中でも定期的に全身ユニクロコーデってやってるわけですよね。だけども、ポイントとなるような靴だとかバッグというような小物だとか、あとは着こなしの中で結構目立つような、 ダウンだとかあとは、パーカーも秋だとか春に関しては割とこう主役級になってくるので、まあ、そういったアイテムだとか、あとはちょっと失敗するとおじさんっぽく見えがちなチノパンだとか、あとはですね、チェック柄のシャツだとか、このあたりはあんまりユニコロで買わないかなというところですね。で、ユニコロで買わないものに関しては、まあ、トレンド感のある GU でシャツを揃えたりだとか、あとはダウンだとか、パーカーだとか、そういった主役級のアイテムに関しては、ユニクロよりもちょっと価格帯を上げて、セレクトショップ のオリリリジナナナルルでですすねグーーーーーーンンンレーベルだととかかノユユニバースですとかアーバススアサーチエディフィフイテテッドドロロズモラこの辺りを含めながら検討するとですね、まあ、全身のバランスが整うので、大人の男性にもですね、結構似合いやすいコーデが作りやすいのかなというふうに思っています。まあ、今後ですね、皆さんユニクでお買い物する際にもですね、今回の内容一つ参考にしていただければなと思っています。ぜひ皆さんもコメント欄でね、ユニクの中でこれは結構おすすめですよというものがあったら、ぜひどしどしと書き込んでいただいて、皆さん シェアができればなといいう,うに思っていますこれからもですね、こちらのチャンネルでは大人のダンスに向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルだとか、あとはドメスティックブランドだとか、こういったものの解説なんかは、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりとお伝えしていますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースで おすすめのアイテムをですね、ポンポンとテンポよく出してますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。